アレクサンドル・ネフスキーの遺コ1967年にソビート連邦が発行したアレクサンドル・ネフスキーの切手。アレクサンドル・ネフスキーは、ノブゴロド公国の公を経て、ウラジーミル大公国の大公となる。アレクサンドル・ネフスキー、アレクサンドル一世とも、中世ロシアの英雄として称えられている人物。聖教会で劣勢されている。妻は、 ポロツクコーブリャツスラフの娘、アレクサンドラ、息子にはバシーリー、ドミトリー、アンドレイ、ダニールがいる。父はヤロスラフ2世。母はフェオドシア。幼少の頃から自由権備の名称としてトーヤロスラフ2世から高く評価され1236年に父からノブゴロト公の位を継ぐように命じられた。1236年にはバトゥの生成が始まり、 モンゴルのボルガブルガール侵攻、モンゴルのルーシ侵攻、モンゴルのポーランド侵攻、ハンガリー王国との模ヒの戦い等、周辺国に攻撃が行われたが、モンゴル軍は、ノブゴロドには侵攻しなかった。代わりに、ドイツ騎士団とスウェーデンからその領土を狙われていた。1240年夏には、ビルゲル、しかしアレクサンドルはこれに対し、 現在のウスチージョラ近辺で対抗してわずかな兵力で対象し、逆にスウェーデン軍を壊滅させるとともに敵将ビルゲルを打ち取ってしまった。これによりアレクサンドルの有名はロシア全土にとどろき、この戦いに対象を収めたことにより、アレクサンドルはネバ側の勝利者という意味のネフスキーと呼ばれることになった。しかし、ノブゴロド第一年代機は、 ネバカ藩の戦いを除術し、プスコフ公国での政治状況を伝えた後、突然、同年の冬、アレクサンドル公は、ノブゴロドの人々と仲違いし、母や妻やすべての部下を引き連れペレアスラブリの父の元に出て行ったと記すように、突如、ノブゴロド公国はアレクサンドルを罷免、追放した。旧国の英雄に対するものとしては、あまりな周ちであるが、これは、 ノブゴロドの都市貴族のうち、ドイツと結託、協調路線を取る一派が、ドイツとの強硬な対決姿勢を見せていた、アレクサンドルを疎んじたためだと言われている。結局、ノブゴロドからアレクサンドルが去って間もなく、ドイツ騎士団は、ノブゴロドへの武力侵攻を開始したために、親ドイツ派の都市貴族は失脚し、アレクサンドルの父ウラジーミル大公、ヤロスラフとの二度にわたる交渉を経て、 自分たちが追放したアレクサンドルを再び公に招くことになる。1241年再び、ノブゴロド公の椅子に座ったアレクサンドルは、ドイツと結託した裏切り者たちを粛清し、ノブゴロド公国内の姿勢を対ドイツに統一する。1242年4月、今度はドイツ騎士団が進行してきたが、アレクサンドルは、表情の決戦で勝利し、 さらに有名を轟かせた。1245年には、ヤロスラブの戦いで、ハールイチボルイーニ大公国が、領土拡大を目指す隣国、ポーランド王国、ハンガリー王国に勝利した。1246年9月20日に、ミハイル2世が暗殺され、ダヌイーロ・ロマーノビチが、ジョチウルスに侵入した。1246年9月30日に、東ヤロスラフ2世が、 モンゴル帝国の首都カラコルムに出向き、ドレゲネノース、第三代皇帝グユクの即位式に参列した際に、死去した。アレクサンドルは、ドレゲネや、グユクらと争う姿勢を見せなかったが、対立するソルコクタニベキやジョチウルスのバツと、むしろ自らジョチウルスの首都サライを訪問して、侵入することを約束した。1248年4月に、ユクが急死して、 1251年にソルコクタニベキの長子門家が第四大皇帝に即位した。その経緯からジョチウルス軍を利用して、1252年にジョチウルスに対して反抗的な態度をとっていたアレクサンドルの弟アンドレイ2世を追放した後、ウラジーミル大公の位を継ぐことを許された。その後は大公としての権力と権威を高めるため、 国内の繁殖地うるす運動を弾圧する一方で宗教を保護してある程度の自由を許した。キエフ不主教キリル三世もローマカトリックへの改修を強制する西のドイツ騎士団等より信仰面において比較的寛容な東のモンゴルと同盟する外交政策を支持した。1260年にリトアニア大公のミンダガスと同盟しドゥルベスの戦いでサモギティアが 宿敵ドイツ騎士団を再び破ったことにより、大公の権力と権威は大いに高まった。1263年、4回目のサライ訪問の途上、ゴロジェッツで病に倒れて死去した。ネフスキーは、聖教会の熱心な信者で、死を目前として、修道聖願を望んだが、これは実現していない。ただし、この修道聖願により、後にアレクサンドルが、 聖教会の聖人として劣勢されて以降、イコンの上部に修道士の姿をした聖アレクサンドルの姿が、下部の武人としての姿と共に描かれることがある。十三歳坊津。あと、弟のヤロスラフ三世が継いだ。アレクサンドルの場所、ダニールがモスクワ公となり、後に彼の系統から出たイァン三世がノブゴロド公国を含む全ロシアを統一することとなる。 アレクサンドルが対外戦争に勝ち続けたのは日本の戦国時代の島津市やモンゴル軍のように敵をおびき寄せたところを副兵でもって殲滅するという戦術を得意としたからである。また、ジョチュルスに対して侵入を誓うことでその信仰と国家の荒廃を防ぎ対抗になるためにその軍事力を利用するなどした。 しかし、一部の資料では国民の反問ゴル運動に対して厳しい弾圧を行ったとされる。スウェーデンやドイツ騎士団との戦いで勝利を収めたという記録は、西欧カトリック勢力には一切記録されておらず、ロシア以外の歴史家からは彼の選考は疑問視されている。開戦はあったが、戦闘はもっと小規模だったのではないかという説もある。 死後早くから成人死されることが始まり、1547年には、ロシア正教会から劣勢され、正教会の聖人となった。これはアレクサンドルが、東方に進出してきたカトリックの影響を排除する、ことに熱心だったことが大きく影響している。聖人としての称号は、ネワの聖大公アレクサンドルで、記憶日は11月23日、8月30日、 および5月23日、精神降臨祭後、第3手術、6月23日である。彼にちなむ、教会、修道院としては、ピョートル一世によって建立された、サンクトペテルブルクのアレクサンドルネフスキー大修道院が有名である。修道院のために選ばれた場所は、ネバカ藩の戦いの古戦場であった。セルゲー・ゼンシュテインは、 アレクサンドルネフスキーの中毒古城の戦いを映画化し、アレクサンドルネフスキーとして1938年に発表している。しかし、1939年に締結された独ソ不可侵条約に悪影響を与えることを避けるため、1941年まで小規模な上映に留められた。独ソ戦が勃発した後は、むしろ対独プロパガンダの一環として大いに上映された。 この映画の音楽を作曲したセルゲイ・プロコフィエフは映画公開の翌1939年に映画音楽から一部を抜粋、再構成し演奏開用の楽曲としてカンタータアレクサンドルネフスキーに改作して同年に初演した。また、2008年にはロシアの映画監督イーゴリ・カリョウノフによって妻アレクサンドラとの結婚、ボヤーレとの安藤、そして ネバカ藩の戦いを描いた映画、アレクサンドルネバ大戦が公開された。聖教会歴2008年日本ハリストス聖教、海教団発行、山内進む、北の十字軍 P11。ありがとうございます。